あんた、あの船に乗ってどこへ行くんだい？何何？アフロカ大陸のサファル砂漠。それじゃあ、あんたはあれを探しに行くのか。幻の砂の都、ケフィンを。昔すごい王国だったらしいね。錬金術という魔法で栄えた王国。誰が言い始めたのか、黄金が眠っているって噂じゃないか。そこの住人は皆不老不死だというぜ。錬金術のおかげで飢えも病も争いもない理想郷、それがケフィン王国だけど、当然誰も見たことはないサファル砂漠のどこかにあるという話だが、砂漠の奥はすごい砂嵐が止むことなく吹き荒れている。錬金術の火入れで起こされた砂嵐だそうだ。誰も近づけないそうだぜ。それに何、砂漠の楽園なんてきっとただの噂だよ。それでも行くのかい？そうかい。じゃあ、あんたの旅の無事を祈らせてもらうよ。まだ名前を聞いていなかったな、赤毛の兄さん。あんたの名は？到着だ。さあ、長っ。ここが来た。町へ入る。赤毛の旅人。はっ、怪しいものを発見。そのものにそんな、はっ、すまんな、このもの目。行くぞ、お前たち。はっ、いらっしゃい。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。君がアドルク、ここへ来ても東祖国に人はどう。ありがとう。これは風の結晶。結晶はこの君には、いらっしゃ。毎度ありがとう。いらっしゃ。
毎度あり。
ちにま、何ま。以前この、あれ、そう、わ、あら、わかる。でも、そう、で、危険を、また、もともとは、でも、今ではさ、幻の、言い伝え、錬金術、し、これらの力、今もね、どうでしょう、この北、言い伝え、スタンは、彼、今、スタン、そういえば、何か、アドルさんも、正しい、もし、錬、アドルさん、